それではただいまから、ちょっと政治記者会見の、1月の定例記者会見になります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それじゃあ皆さん改めましてお疲れ様です。そして私にとっては令和3年最初の定例会見でございますので、まあ、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。コロナの対応の方でですね、1都3県、緊急事態宣言が発令をされたというようなそういう状況でもあります。まあ、この件に関しましては先ほど、井戸知事とも お話をしたり断続的に情勢の意見交換などしているところでもあります。現時点においてはですね、兵庫県の動きと合わせながらですね、また市民の皆さん方にお伝えすべき情報が固まり次第お知らせをしていくというふうに思っております。そしてまずですね、今日定例会見のもともとお示しをしているアジェンダ以外のところでまず最初に2つお知らせをさせていただきたいと思います。一つが成人式についてでございます。1月11日に成人式甲子園球場で予定をしております。こちらについてはもろもろ議論いたしましたが予定通り開催をさせていただきます。まあ、感染予防対策を徹底をいたしまして、そして大人となられた皆さん方の会でもありますので、そうした感染予防を徹底し、そして呼びかけた上で1月11日に甲子園球場で西宮市の成人式開催をいたします。これが1点目。それからもう一つのお知らせ2点目はですね、1月17日阪神淡路大震災から26年というこういう節目であります。まあ、この日につきましてはですね、まあ、例年5時46分にこの万智谷の西宮震災記念碑公園でですね、私がその5時46分の前に追悼の文を読ませていただいて、そして5時46分に皆さんと共に黙祷を捧げるということをやってまいりました。また記帳所を設けて、そして献花を用意をしてお配りをするということでありましたが、こちらも密を避ける観点でですね、の皆さんと共に黙祷し追悼文を拝読しというようなことは今年は行いません。まあ、ただ記帳所は設けませんが、献花は用意をいたします。で、私自身もその5時46分という節目の時間に参りまして、静かにその犠牲となられた皆様方に、まあ、黙祷を私一人といいますか、まあ、それぞれでさせていただこうと。そして、まあ、防災への備え、そうしたことなどについて、誓わせていただこうというふうに思っております。まず冒頭この2点について、お話をして、まあ、ここで切りましょう。はい、はい、それでは案件の方に移らせていただきます。ここで何かあったら聞いてもらっていいですか。はい、はい、以下のございましたら、ただいまのお話につきまして、よろしいでしょうか。はい、毎日新聞の井上です。はい、政治資金の開催については、はい、緊急事態宣言が出ている環境地域ではですね、はい、中止しているところも出ているということと、はい、あとその、まあ、婚姻用までにはですね、京都、大阪、兵庫、揃ってですね、緊急事態宣言の発出を政府に要請するという方向性が固まっているような状況でもありますので、はい、今後多分その阪神間もですね、成人式についてどうするかということについて各自治体等ですね、判断がもしかしたらですね、分かれてくるかもしれないと考えているんですが、西宮市が今回その開催をするということに決めた理由をもう一度詳しくですね、説明していただけませんでしょうか。開催をする理由というか、開催はもうすでにすることが決まっておったということで、中止しないということですかね。中止をしないということは、中止をしないということですよね、はい、お聞きのことは。それは、もちろんこれ 100% のね、100人のうち100人が何かこの判断に関して、賛成反対というようなそういうことではないと思います。相対的なリスク等々を勘案し、総合的に判断をして予定通り行うというそういうことであります。で、実際神戸の方は別の判断というふうに承知はしております。まあ、その中で、
まあ、近隣の町の首長とも話をしたりしたところでもありますが、西宮は西宮での判断ということで、このようにさせていただいております。はい、それはその例えば会場が甲子園という屋外であるとか、そういったことは考慮されているということなんでしょうか。さまざまな要素は勘案をされますが、もちろんそれもあるでしょう。ただ一般的にですね、今回東京の方での緊急事態宣言を見ても、劇場であるとか、もしくはさまざまな、まあ、スポーツであるとか、それを全く無観客というわけではありませんので、まあ、これが一昨年までの体育館だったらですね、できてなかったけど、甲子園だったらできてたかということでもないと思います。それよりもリスクとして考えられるのは、その前後の話であるとか、ということであろうと思いますので、甲子園球場であったということは確かに一つの要素でありますけれども、そのことが決定的な要素として、開催をする予定通りという唯一の判断というわけではないですね。先ほどその前後というお話がありましたけれども、移動であるとか、あるいは成人式が終わった後の、まあ、飲食等ですね、ここら辺については自粛を呼びかけるということでしょうか。当然そうでしょうね。特に多人数で、その、まあ、久しぶりに会った仲間と気持ちは高揚する部分はあるかもしれませんが、しかしそこはですね、大人となった皆さん方でありますので、そうした呼びかけに応じてもらえるというようなふうに考えておりますし、当日も私からもそうした呼びかけをさせていただこうと思っております。ありがとうございました。はい、はい、はい、関西テレビの高橋と申します。はい、先ほどの政治意識の話なんですけれども、はい、例えば神戸市さんだったら、まあ、リモートでとか、はい、というような方法とか、はい、あるいは延期とかいうこともあったと思うんですけれども、はい、ちょっと先ほどと被るとは思うんですけれども、はい、この日で予定通りこの日に行うという、はい、そういった判断の決定的な部分というかっていうのはこの中にあったんでしょうか。例えば甲子園球場という場所が今その延期というのがなかなか難しいとかいうことがあったら教えていただきたいんですけれども、先ほど毎日さんと答えた点ともう重なりますんで、まあ、総合的に判断した結果11日に行うということであります。ですから、まあ、延期の可能性、それから中止の可能性、リモート開催のみの可能性、まあ、いろいろなことを考えた中でですね、総合的に予定通りやらせていただくということであります。例えば去年だったら風船飛ばしとかがあったと思うんですけれども、まあ、そのあたりを中止したりとか、まあ、例えば今まで先生にやるのを寝癖にしたりだとか、今回 その予定通り実施の中でさらに感染防止対策というあたりで何か新しいものとかはい、詳細はまた教育委員会から聞いていただければと思いますが、おっしゃられた風船飛ばしに関してはもともとこの1週間でコロナが出てきたわけでなくですね、もう半年1年前からの話でありますから、もともと感染予防対策を徹底したプログラムといいますか、室外にしております。ジェット風船飛ばしは禁止、もともとあれも去年も式典の終わった後の仕切りということだったんですが、まあ、それは雫が降りてくるとかですね、インフルエンザの雫が降りてくるかもしれないとか、いろいろなのもあったんで、まあ、しかしいずれにせよ今年はもともとこの1月に入ってからというわけでなく、もともと風船飛ばしはなしと。それから感染予防策を徹底する意味でですね、学校区ごとに、今までは全く自由席だったんですけども、例えば川原木中学校エリアに住んでる人はここ、塩瀬中学校エリアに住んでる人はここというようなご案内をして、そして、最後にですね、どこに座っておったかというのをですね、石井敏郎とか赤畑仁とかいうふうな書いて紙を入れてもらう。万が一そのここの人がなった時にですね、どこに、どなたかご近所に座っていたかというのが分かるようにする。それから今までは、まあ、例えばこのエリアだったのが約3倍のエリアにして、まあ隣同士に座って今までこのエリアだったのを約3倍にしてですね、
一個飛ばし以上の余裕を持った排斥にしているというようなことなどです。はい、それは今回 の、 緊急事態宣言になるかもしれないという前からもう西宮市さんとして決めていただいていたことと。そうです。はい、まあ、それをじゃあもうその特に新しいさらにということではなくて、まあ、今までこう考えていた感染防止対策をまあ続行してこのまま続けていくというような。そうですね。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、その他ございますでしょうか。その他の議題もございますので、その時でもお願いいたします。では、案件の1つ目、西宮市民会館、アミティホールネーミングライツの、パートナー募集についてでございます。お願いいたします。はい、お配りしております資料にありますようにですね、西宮市民会館、アミティホールと言いますけれども、ネーミングライツ の、 パートナーの募集というのをさせていただこうと思っております。いわゆるこうネーミングライツでですね、市の行政経営改革の一環でありますけれども、令和3年6月1日から令和6年3月31日までの2年10ヶ月と、考えておりますけれども、まあ、最低額価格が150万円以上から募集をさせていただこうと思っております。まあ、このネーミングライツの中でですね、まあ、しかしアミティという名前もですね、まあ、愛称として、残っておりますのでですね、まあ何々ホールアミティとか、〇〇アミティホールというようなこのアミティという名前を含めてですね、手を挙げていただく、まあ、法人の方募集をして、いこうというふうに考えております。私からこの件まず以上でございます。ご意見ご質問等ございましたらお願いします。はい、はい、市で既にネーミングライトを導入しているところというのがあるのかということと、このネーミングライト料550万というのは今までで最大なのかということを2点伺っています。所管からお願いします。はい、本市ではネーミングライトをしている導入している施設はございません。今回募集をしたことは過去に一度あるんですけれども、今現在導入されている施設はないです。ですので金額については今回改めて最適の方を設定したという形になります。募集をしたというのはいつどの施設についてで、それは募集が応募がなかったということなんでしょうか。はい、そうです。平成26年ですね、6年の時に、西宮浜の総合公園というところがあるんですけども、そこの単語的人工芝グラウンドというところをネーミングライツ募集を受けたんですけれども、その時点の時は応募がなかったということになっております。募集はそれに続いて2回目と、はい、そうです。契約が成立すれば初めてというか、そうです。はい、ありがとうございます。はい、その他はございますでしょうか。いいでしょうか。今後積極的にこれは導入していくということなんでしょうか。その他の施設も含めて、まず思いとしてはありますけれども、ここでしっかりと手が上がって実績を形にしないといけませんので、思いとしてはございます。はい、ギガスクールスタートパッケージについてでございます。はい、それでは次のギガスクールスタートパッケージの策定についてということですが、まあ、今回の新型コロナのこともございまして、まあ、文部科学省、そして国の方の動きも後押しもありですね、本市においても、全小中義務教育学校、特別支援学校にですね、1人1台の ICT 端末が整備をされると。実際にはこの1月から中学校からまず各校に配備をされていくというようなことになります。まあ、そういう中でですね、まあ、実際にこれを使って何をするのかというような指針となる、まあ、ギガスクールスタートパッケージという、まあ、速報版というようなことで、まあ、まとめさせていただきました。よくですね、オンライン授業というようなことがスポット当たるんですけども、
私どもはもちろんそれも大切だとは思いますが、まあ、本質はですね、まあそういうところだけでなく、まあ、学びの個別化であるとかですね、あとはまあ例えばこう、まあ、今までなかなかそういう機会もなかった、まあ、画面を通じて自分のアクションを見てですね、まあ、体育のどうして跳び箱を飛べないんだろうというようなそういうのをあれし見たりとかですね、まあまあ、あとはそうしたさまざまなですねやり方、使い方というようなものがある。各学校の創意工夫にだけ任せるのではなくてですね、まあ、西宮 の, その学校でいい事例を共有をし、そしてこの指針となるようなものを、まあ、示していこうというようなことで、このスタートパッケージの速報版というのを、まあ、作らせていただきました。まあ、まず今日はですね、今日の速報版の骨子を、まあ、示しているところではありますけども、まあ、今後市民の皆さん方から、まあ、こういうアイデアがあるんじゃないかなどなどさまざまなお話を聞いてですね、まあ、よりいいものにしていって、まあ、そしてなかなか予算もかかったものでありますから、このギガスクール の, この1人1台というものが、より意欲的に使っていけるような、まあ、そういう後押しになればと思っております。まず冒頭は私から以上であります。はい、では、ご意見ご質問等ございましたらお願いいたします。まあ、これはですからぜひ皆さんまた所管と話をしていただいてですね、現場に取材に行っていただいてですね、それでまあいきなりまだ入ったばっかりの次の日に行かれてもあれなもんですから、まあ現場が手探りの部分も正直あるでしょうし、いい事例が共有化される部分もあるでしょう。まあ、例えば私なんか期待しているのがこう落ちこぼれ対策ももちろんありますけど、吹きこぼれ対策なんか大事だなと思ってるんですよね。分数をやってる時にですね、2分の1たす4分の1はってなってですね、2分の1たす4分の1ができない子に一生懸命教える、これももちろんいいんですけども、2分の1たす4分の1がもうできてる子はもう手持ち無沙汰でどうしようもないと。まあ、しかしなかなかそういう意味ではこう1人1台のタブレットになったらですね、まあ、君はもう9分の8たす7分の4をどんどんやっとけという単元を上げてですね、単元じゃない難易度を上げて やることができるとかですね、まあ、あとはタブレットになると私がいろんな事例で見てまいりましたが、何か今雪が降ってるのを見てどう思うかとなったらですね、はいはいというふうにうるさい大きな声を出す子が、私のような子供がですね、一人当てられるんですけども、タブレットでやるとですね、雪が降っててウサギさんが見えるみたいだなっていう、なかなか手を挙げれない子が自己表現をこういう形でするようになるとかですね、いろんな使い方ってありますよね。まあ、そういう意味では学びの個別化であるとかですね、まあ、そういうさまざまな可能性というのをはらんでおりますけども、まあ、それが一部の得意な先生、もしくはご家庭だけにとどまらずにですね、このツールをしっかりとみんなで活用していくことを、まあ、期待をしておると。あと西宮市が教育委員会が心のサーモというのを向川女子大学の教授とやっております。まあそれぞれのこの心の状況ですね、今何でも話せる友達はいるかとかですね、朝起きたら爽やか楽しい気持ちになるかみたいな、今度何十個か話するとですね、ポチポチポチと押していくと、まあその子の心の状態がですね、まあ、分かっていると。まあ、そういう中で今までは学校の先生の暗黙知といいますか、そういう経験値に頼っていた子どもとの向き合い方がですね、 ICT を使って、まあ経験値だけでない、まあ、こういうデータといいますか、その心の側面に寄り添う形に関してもですね、やっていけるんじゃないかなというようなことをまあ考えているところであります。ちょっと補足込めて申しましたが以上です。よろしいでしょうか。神戸新聞の伊丹と申します。はい、なかなかそのスタートパッケージをお作りになるということなんですけれども、これをまあトップページも作って公表するということは市民向けにのアピールというか、何かお知らせしたいこと、教員向けというよりは市民向けにこういうふうに活用してほしいとか、そういう狙いがあってということなんでしょうか。そうですね、まあ、あとこれパブコメかけてるパブコメではない、これからパブコメ。そう、おっしゃるようにですね、教員に対する指針もしたいし、それからどういうような思いを持って我々が教育委員会とやってるかというのをお示ししたいけれども、まあ、それ以上にやっぱり我々が持っていないような
いい知見をお持ちの方もいらっしゃる可能性もあるんで、そのバージョンアップの可能性も含めてですね、外にお知らせをしていきたいなと思っているところです。すいません、今パブコメの話を出ていただいたのでちょっと不足でございます。最終的にこのスタートパッケージというのは先ほどご説明させていただきましたが、3月末に公表することとしておりますけれども、その交番というものは12月に公表しております。でこれが出ましたら、まあ、ホームページも掲載しておりますけれども、これからその最終的なスタートパッケージを作成するにあたりまして、1月中旬から2月中旬に意見募集をいただくとしておりますので、まあ、そういったことも通して、まあ、市民の皆様にもご覧いただければというふうに思います。最終的なスタートパッケージ、まあ、パブコメの後に、ある程度まとめた後に公表する意味合いとしても、その後の、まあ、さっき市長もおっしゃった、よりいい知見であるとか、まあ、ご家庭の例えば、個別の、まあ、こういったふうにしてほしいとか、まあ、ご意見出てくると思うんですけども、そういうのにも対応していく意味合いも込めて、最終的に、まあ、始発からですかね、スタートパッケージは公表し続けるという理解でいいとりあえずは、まあ、現時点でその時点での、まあ、市としての考え方をお示しして、まあ、その後も、まあ、いろんな活用が広まると思いますので、そういったものも取り入れながら、あのそれをアップしていきたいと思います。はい、何かございますでしょうか。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。じゃあちょっと次にその他でいいですか。はい、冒頭にもちょっと触れましたが、新型コロナに関してのですね、認識をお話しいたします。まあ、緊急事態宣言等は、まあ、県の方でもありますので、こちらは先ほど申し上げたように、県と連携を取りながら、必要な対策を、まあ、今ちょっと煮詰めているところでもあります。本市の感染状況は1月1日から4日までの段階でですね、1日最高1桁ないし10件まででありましたが、5、6、7というのがこの3日間、昨日が42件、まあ、とても多く、今日は31件ということであります。昨日が県全体としても300件近い最大の数でありまして、今日の県の全体の数字はちょっとまだ承知しておりませんが、まあ、この 数値がいくとですね、まあ、入院調整、そしてまあ療養施設の調整というのに、まあ、相当苦慮しているような状況でもあります。でこの合わせて、この昨日の40数件、今日の31件がですね、語弊を恐れずに言うと、こうまとまった何十件というのだとですね、分かりやすいんですが、まあ、ほぼ個発事例でですね、あるもんですから、まあ、そういう意味ではこの40件30件というのは個発のものの積み上がりで、こういうものは大変大きいなと。またこれは発症されているのがですね、まあ、昨日おとといまでは年末から続いていて、そしてまあ我慢されてですね、年始に病院行ったという方もあったんでしょうけど、まあ、今日もそういう方ありますが、まあ、基本的には年末年始の間にですね、どこかでもらってこられたのかなと推察される方がおられます。まあ、それが今ここでバッと出ているというふうに思うところでもあります。まあ、そういう意味ではですね、今も本当にギリギリの体制の中でですね、まあ、向き合いながらやっていると、まあ、県に関しても対してもですね、市でやれることと県で、力を貸してもらわなきゃいけないというようなことを連絡を取りながら、まあ、なんとか体制を維持して乗り越えていきたいなと思っているところでもあります。年末の会見の時に、あとワクチン接種の話については触れましたですけども、まあ、それに関して、正直なところ特段報道以上の新たな情報というのは、まあ、基本的にはございませんですけども、ただまあこちらに関しても早め早めというような国の意向に沿ってですね、こちらも町内、そして関係の医師会などと連携を取りながら、まあ、進めていきたいと思っております。まあ、このあたりのことについて皆さんからご質問等あればお聞きして、私と担当とでお答えしたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、実際年末年始から、まあ、今日にかけて西宮の方でその、まあ、病院に受け入れてもらえなかったですとか、そういった事例があったり、まあ、自宅療養が実際に始まっていると、自宅待機が始まっていると
というふうな事例というのは起きているというふうに思いますか。まずですね、例えば今日陽性が確認された、そしたらその今日の今日ですね、病院に入れるというようなことは正直今ほぼどなた様も、まあその状態にもよりますけれども、それはもう今日でなくてですね、もう年末ぐらいからそれはあります。でその中で例えば CCC に依頼をしてですね、そして何日か後に入れたというようなパターンであったりですね、ですから自宅療養は基本的に県として自宅療養というのは自宅療養というのを積極的に措置を取っているわけではないものですから、そういう意味ではどなた様もウェイティングリストに入っているというようなことなんですけども、その調整がスムーズにいかなかった例というのはそれは正直ございます。どのぐらいあるとか数として、ただそのどれをもってスムーズにいかなかったかというのが、例えば消防の方でもですね、あちらこちらに電話をして何時間かかけて、そして最終的に受け入れ先が見つかったというのも正直あります。だからそれはスムーズにいかなかった例だけども、何時間というようなことでどうにかなったというような場合もありますし、ですからスポッと逆に言ってることの方が正直少ない感じです。そのことについて市長はかなりこう危機感といいますか、切迫しているというご認識なんでしょうか。そうですね、はい、で県に対して、例えば年末ですとか、まあ、何かしらこう要望や申し入れといったようなことがしました。一つは療養施設について、阪神間で一つの療養施設しかございませんでした、うん、そして12月の中旬ぐらいですね、はい、知事に直接申し上げて、兵庫県って広いですよね、それで姫路に行ってくださいって言うと、それはないよりありがとうございますという感じなんですけども、ちょっと姫路までとなると正直遠くございますと、なのでどこか近場にというようなことをお願いをしてですね、そして神戸の療養施設に、神戸ってね、神戸市ですから、神戸市政令市なんで、神戸の療養施設ってなると神戸のだけというような、今まで仕切りであったように理解してるんですけども、神戸市内に、阪神間の方々が入れる施設を、用意をしていただいて、あれは本当に県に感謝をしております。まあ、じゃあ要望や申し入れとしては その何ですかね。いや、もちろん他にもございます。いくつかある要望でもうクリアにですね、はい、県に届けて、形になった代表的なのがそれですね、はい、まあ、あとは個別の例でですね、この運用がこうだとか、いろいろございますが、まあ、まず代表的なこととしてそういうことで、ただそのことで全てが解決を正直しておりませんので、まあ、例えば入院、まあ、施設でですね、多く出たときに、まあ、その方々が、まあ、まとめてどこかに入院をできるものではありませんので、まあ、その施設で対応するときのですね、まあ、やり方でいろいろやり取りをしたりとかありますけども、ちょっとその先に行くとどうしても個別の件になってまいりますので、苦慮しながらやってるというところです。今こういう仕組みが必要なんじゃないかとか、こういうことを今まずは解決しなくちゃいけないんじゃないかというふうに市長が認識されている課題というのは、それなりに重くない高齢者の方の受け入れ先もしくは対応の方法について、そこは課題はあると思ってます。でそれについてはもう県と話は話はしましたが、それについてのこの解決策まで見えているところではあります。つまり重くない高齢者の受け入れ先っていうのは、つまり、はい、まあ容態が安定したしている陽性で感染した高齢者を、はい、まあ、どこかに、まあ、移ってもらって、その病床を他の新しい患者さんに回したいという、ただその仕組みができているというかですね、まず
それなりに重い方であればですね、病院の方も受け入れていただくというようなことになります、ね、で一方で、宿泊病床がですね、それなりの年の方でですね、全部受け入れてスムーズにいかない場合がございますので、どうしても高齢者の場合は比較的軽くても若い人よりも急変のリスクがありますのでですね、そういう方々のですね、だけども重篤ではないという方々ですね、そのあたりの方々の、受け入れの体制ということが、より力を入れていっていただけるように、こちらでできることもやらなきゃいけません。全般的に全体のこの病床を広げるか、もしくはこの感染の数を絞るために緊急事態宣言をするか、もしくはこの病床でなくてホテルを広げるんであればですね、今のホテルというものにより医療とかそうしたケアのあるものをつけるかですね、あとは兵庫県では積極的にやっているということではありませんけども、私が承知している都心の方ではですね、やむなくではありますけれども自宅療養の何かシステム的にやっているような場合もあります。ただ、兵庫の場合は知事の方でですね、この極力自宅療養でない形で、しっかり構えをしたいとおっしゃっていただいているのをなんとか回していただくんだったらですね、病床ないしそれに準ずるものの受け皿を今のまま続くんだったらしっかりと構えをしていただかないと厳しくなるのは厳しくなるかなと思っています。ありがとうございます。はい。他ございますでしょうか。前週の井上ですが、第2波の時にはヤフーの連携して、人手の北口とかですね、そこら辺でどう変動してるかっていうのデータを出されたかと思うんですけども、それは引き続き今もやられてらっしゃるんでしょうか。やってます。やってますが、公表してないですね。公表してないというか、今その数字自体を見ようと思ってやってますというのは、その見ようと思ったら見れる体制にはあります。だけど何月何日の時点と今日の時点での比較というようなところで、そこまでやってるわけではありませんが、今こういう段階なんでですね、そうしたものをお示しする時かなとも思います。あと先ほども入院調整の件ですけれども、はい、分かればですね、実際に陽性が確認されてから病院に入院するまでの期間で、1日2日で解決しているものなのか、年末から発生しているということですけれども、3、4日とか、その5、6日とかっていうケースもあるということなんでしょうか。それは今もう先ほど1日何十件というようなことでもありますもんで、申し上げられることは当日に入れてる例の方がもうほぼないというようなことでもあってですね、アベレージどのくらいかというのはちょっと今すいません、数字は持ち合わせております。それともう一つ、最近の傾向を見ると、やはりその家族感染というかですね、特に10代のお子さんも含めて出てきてるんですけども、そうするとその家族感染対策というかですね、やっぱその親御さんが感染しちゃったと、それでそのお子さんはいらっしゃると言った場合のケースが出てるんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺は西宮の場合はどういうふうに、県は確か自走というか、保護施設の方でっていうふうに知ってると伺ってるんですけども、そこら辺はどういう対応になってるんでしょうか。これはまず同様の話を、半年ほど前に議会でもお問い合わせいただいてですね、市の中で、何か明示をする方程式があってこうしてますというのはお示ししてないですが、もちろんそのご親戚がいらっしゃるとか、頼れる方々がいらっしゃるとか、そういうような時にはそういうふうに頼っていただくということもありますけれども、
まあ、市として、仮にそのお子さんだけが残されて、そのお子さんだけが路頭に迷うというようなケースに陥らせていることはございません。ちゃんとうまいことですね、一つ一つ対応して、なんとか今日まで乗り切っているということであります。おっしゃったように学校関係からですね、情報を得るとですね、一日、まあ、何件かあったときに、もうほぼほぼ子ども同士の接触で、PCR を受けるというよりかはですね、親ないしおじさんと会ったからというようなのがほぼ全てでありまして、まあ、そういう意味では本当に子どもたちから出ているというよりかは、大人の世界から、まあ、子どもに行ってるんだなというようなところは、まあ、それはもう認識の通りです。すみません、追加で、はい、先ほどの、まあ、当日入れている例が、まあ、ほぼないということですけども、はい、ということは、まあ、自宅で待機してもらっていて、その際になんかこう家庭内でこういうことに気をつけてくださいという案内を持って、まあ、自宅待機してもらっているというふうな、まあ、理解ですか。まあ、自宅の方はそうですし、うん、あとは施設の方は施設です。それからその基本的な自宅の時の、まあ、注意事項というのは厚生労働省のガイドライン等がございますので、まあ、そうしたものに沿って、うちの保健所の方でここに、まあ、指導をさせて、指導といいますか、コンタクトさせていただいているということです。その当日入れているがほぼないというのも、これは年末あたりからという、はい、そうですね、はい。あと先ほどの高齢者、それほど重篤ではない高齢者の先ということです。これはちょっと繰り返し確認しますが、この方々にまあ、ケア付きの何かしらの、まあ、ところに移っていただいて、病床を開けてもらわないとパンクするという、そういう意味です。別の言い方すると、ちょっと私の言い方が適切でなかったのが、やっぱ病床自体が今日の人たちが今日で入れない状況がありますので、はい、それは高齢の軽症の人だけじゃなく、若い軽症の人も含めてですね、まあ、本当は全部入院できたらいいんだと思います。ですから全体的な受け皿不足ということです。 ですから一つの例として申し上げたんですけども、一番いいのはコロナの方を受け入れてくれる医療リソースがもっと広がること、もしくは発生が少なくなることです。で、なんで高齢者のそういう方がというふうに私が言ったかというと、まあ、急変するリスクがですね、やっぱり若い層よりもそれなりの年をいった方々が多いということもございますので、一方でその時に中等症以上の人の方がですね、例えばまあ40代の中等症の人の方が、70代の無症状の人よりですね、それは入院調整という中では重きをその瞬間においてはされるんだと思います。で、そこで一方でその待っとられることが現実として出てきている中でですね、それはやはり心配なことがあるよなと。それなりの年を取られた方の軽症無症状の方がすぐに受け入れ先に行けていないということに関してです。病床、もちろん最一番は病床というか医療リソースが増えることである、病床が広がること、まあそうですね。ただもっと言えばその発生が減るっていうことじゃないですけど、予防とはあれですけど、まあ、起きた場合続いて、そうですね、はい、はい、うん、そうですね。はい、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは終了とさせていただきます。その他のその他のああ、その他の なければいいですか。あ、はい、すみません。いいですか。コロナ以外でも、はい、それだけ、まあ、来週 1.17 が問題ということで、周辺の場合、神戸とですね、並んで借り上げの住宅の裁判が未だ係争中というような状態だと思いますけど、これについては市長としてはですね、
今の時点でですね、どのようにお考えになられているのかということを言いますけど、いいでしょうか。はい、現時点においても代理人の弁護士の方を通じて、和解に向けた調整をしていただいているというふうに理解をしております。まあ、前の市長のことから時からですね、原告という立場を引き継いだというわけでありますけれども、まあ、対象となる方々にですね、市の立場を何とかご理解をいただいて、一方で、まあ、西宮市としてできる最大限の温かな対応をできるようにと今向き合わせていただいているところであります。こちらが、まあ、和解成就するというようなことを、まあ、信じてですね、引き続いて、まあ、担当が向き合ってやってくれているというふうに、まあ、つい最近も報告受けているところがありますので、そんな認識であります。はい、すみません。白石さんとの広域ごみ処理施設の話し合いについてだと思うんですけれども、なかなかまとまらないような話を聞いているんですが、今後に向けて市長のお考えとお聞かせいただければ。はい。年末に、足跡のまた検討会議をやった後ですね、まあ、当初は11月までに結論を出したいということでありましたけれども、まあ、私としてはなんとか成就できるところがないかということで、若干延長というようなことを理解をしております。相手のあることではありますんですけれども、まあ、中の担当に対してですね、なんとかこの地球環境のために成就できるような、そういう内容について、案をまとめるようにというように指示を出しているところでありますが、まあ、これについても成就するように願いながら推移を見守り、交渉を後押ししたいと思っています。今まだ膠着状態になってしまっている。そうですね、現実問題は私が市長になってからも2年と半経ちましたですけども、私が市長になった頃にはもうその秋に決めたいぐらいの勢いだったんですが、もうすでに2年延長してるんですよね。なので、炉の老朽化具合を考えるとですね、結論が伸ばせるものではないという認識をしておりますので、まあ、大詰めの水面下の調整というようなところにあるかなと。少し見えつつある。いや、それについては水面下なんですよ、見えません、はい。はい、おはようございます。でしょうか。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。今の終了とさせていただきます。はい、ありがとうございました。